フレクサーバスト、今度発売されましたフレクサーバストです。いわゆるフレクサーブラって言ってたものなんですけども、バストアップの機能があるといったものです。で、我々のそのフレクサー、インソールもそうですし、フレクサーシステム、靴下もそうなんですけども、すべて機能を高めるものなんですね。で、バスト、フレクサバストはなんでバストアップするかっていう話になるんですけども、今までの補正下着ですね。補正下着は何をやってるか。もうバストを寄せてあげるっていう形で、要するに見た目を良くするためのものなわけですよ。で、フレクサバストの方が圧倒的にバストアップします。圧倒的に。で、なぜそれが行われるかっていうと、もうすごく簡単なことで、私たちがこう、巻き肩になっちゃってる。肩がこう巻いて、胸郭が潰れてるわけですね。これは腕です。こういうふうに。肩がこう巻いちゃって、腕がこういうふうにある。で、こんな感じになってるわけですね。これが、巻いてこうなっちゃってるから、バストはこう当然下向きになってしまうということです。これが胸郭が、広がる、これここはこのままでいいんですよ。これを改善させると胸郭はこう広がるわけですね。これがここの幅が増えるわけです。そうするとバストはこうへこんでる分がこう広がるから、このまんまこう、わかりますかね、なるっていうことです。もうちょっと大げさに書きすぎかもしれないですけど、バストの位置がこう大胸筋が縮まってこうなってるところが、バストがこっちに胸郭が広がることによってこの前後径が増えるので、バスト自体は別に変わらない。変わるっちゃ変わるんですよ。ここの大胸筋が収縮しているものが膨らみますから、その上にバストが乗っかっているわけですから、バストの位置自体も形もきれいになるし、膨らむっていうことで胸郭が広がることによってそのバストが上がるという形になります。で、これはどういうことかっていうですね、要するにこれが、こっちが前、こっちが後ろとしてですね、肩が巻いてるからこう、巻いてる状態。これを姿勢を良くして引っ張ったところで、当然後ろが今度はこうなって、こうバストは当然姿勢こうなってたやつがこうなればバストは上がるということです。バストは上がる、当たり前の話ですけども、我々はこうなってたのをこうしましょうって話ですね。わかりますね。で、これは下向いてるバスト。これは上に後ろたすき掛けとかいう後ろに引っ張ったりする矯正器具っていうのはいっぱいあるんですけども、我々は後ろはそのまんまですね。横側をこう広げる。で、こう、こっちに来てこう広げる。というシステムになっているということです。要するに、横楕円を縦楕円にして、縦楕円にはならないですよ。丸にもならないんですけども、横楕円が潰れているのをできるだけ円筒に近づけるということによって、バストが前に出るという形になります。で、ここで注目してほしいのが、当然、シェイプ、形を整えてるんですが、この呼吸がしやすくなるというか、胸郭はこう広がるバストになってるんで、こう広がるようになると、息を吸うときは胸郭が前後に広がりやすくなります。前後にね、横にも広がるんですけど、横の広がりは少し抑えてるので、息を吸った時に前後に広がる。前後に広がると、円筒になるので、
円筒に近くなるの で息を吐くときにまた広がりますよね。息するときにふわっと前後に広がる。今度吐くときには前後に縮む方向にはいかないわけですよ。わかりますね。これがこう縦に開いているので左右に縮む方向に少し行くんですが、これもこう一回押さえているので息吸うときに広がるときに前後に広がります。左右はちょっと押さえているので息吸ったときは前に広がりやすいから全然こういう補正締めて寄せてあげる補正下着の場合は締めちゃってるから息苦しいわけですよ。息苦しい。で、帯でも締めてるから息苦しい場合がある。ところが前後には開きやすいようになっているので息を吸った時に前後に開きます。前後に開きます。で、息を吐く時は円筒になるから潰れにくくなるんですよ。で、潰れにくくなるとどうなるかっていうと一回広がった胸が潰れにくくなって息を吐くときは今度はお腹がへこむんです。ふーって。わかりますね。で、息を吸う、まあ、この猫背な状態から全然後ろに引っ張らずに息を吸う。で、特にフレクサーね、バストをしていると息を吸ったときにてってこう押したのを前側が膨らんでふーって吐いたときに横側がへこむ。横側がへこむ。縦はへこみにくくなってますから横側がへこむ。息を吸って吐いて、で吐いたときに横側がへこんでさらに横隔膜が上がるという形になる。息を吐くときはふー、横がふーっと狭くなって縦にふーっと吐き上げるっていう形になります。と吸うときは胸式呼吸に近いです。息を吸う胸が広がるから胸式呼吸に近い。で、吐くときは横に狭くなりながら横隔膜が引き上がる形になるからっていう、息引き上がるわけですね。横に狭くなると引き上がるのも結構一緒なんですね。ふーってやったらふーっとこうふーっと横隔膜が横に狭くなりながらで引き上がるんです。今までは縦に胸式呼吸だと縦に吸って縦に縮んでしまう。縦に吸って縦に縮む。それが縦に吸って縦に吸ってさらにここにサポートが入りますから横にふーっと狭くなりやすくなってふーっと横隔膜が上に上がりやすくなりますから、これは腹式呼吸のに近い呼吸法になる。腹式呼吸じゃなくて横隔膜呼吸なんですけども、お腹を使ってるわけじゃなくて横隔膜を横に縮めること。